どううもー影でです。すす。今日はですね、順境と逆境ということと逆いいいいいこにつててお話しさせたただきたいと思いますえっ、ーえー、とね、えー、僕の近況としましてこう3連休がね今日で終わって今日からまあお仕事という方も多いと思われるんですけども僕はですねあのお店がですね土曜日はねもう前日からもいっぱいになったんですけど日曜日月曜日とあまりそんなにね ご来店が少なくてね結構まあ暇なことはないです結構やることいろいろあるんですけども、うん、思ったよりこう、うん、お客さんが来られるのが少なかったなぁという印象ですまあ今日もね、ちょっと朝から ご予約いただいてますけどもどうなるかなというところではありますね、えー、もうちょっと僕も頑張らなあかんなというところをこの連休で思いましたもう,もうちょっとねあのー、3連休なかなか忙しくなるかなと、えー、自分の中でこう構えてたというかそういう感じであったんですけどもそうでもなくこうあまり、えー、うちのお店流れ 感じは少なかったとというところで、うん、もうちょっともうちょっとというかまあもっともっとですね、えー、頑張っていかなあかんなと、えー、気を引き,引き締めさせていただいたとそういう3連休でした。ということでね「殉教と逆境」ということなんですけども今の殉教っていうのはこう順調にいってる方ですね逆境というのはちょっとこう苦しい立場になってる状態なんですけども、えー、前まではね、えー、逆境の状態っていうのはあまり僕は好きじゃないというか何ぱストレス かかるんんでね、えー、なんかこう逆境があるとこういや,やったりこう、まあ、こうやる気になることもあるんですけどこういろんなこう感情がこう起きてたんですけどもで殉教になるとこういい感じでちょ,ちょっと調子乗るみたいな感じになるかなというところやったんですけども最近はねこう逆境ある程度の逆境というかねちょっとこう、まあ、言ったら壁とかね、えー、ちょっとしたこう 障害とかねそういうことがこうあるのはあるんでまあいいかなという感じで思ってますそれをこうまたクリアしていくというか、えー、その障害を乗り越えていくというか、えー、そうですねそういう逆境を克服していってこう克服というか乗り越える感じですね、えー、形をこう取っていくっていうのがこう面白かったり。 もちろんしんどい思いもあるんですけどそういうものを持ちつつね、えー、その負荷がかかってる状態の方がいいかなというふうに思ったりもちょっとしてますね。でえー、前まで順 今日えー、順調にいってる状態っていうのがすごく、えー、気分がよく思ってたんですけどもあまりねこう順調にいきすぎてるとですねこう落,と落とし穴にはまるというかうんそうでもないぞとまあまあそんなに僕の場合は順調の状態、えー、順調にいってる状態っていうのはこう人生の中で今までなかったんですけども。 やっぱ順調にいってる時はこう気づかないこと気づけないことがあるんですけども、えー、逆境にこう立たされた時にねいろいろ気づきがあってですねそこをねこうあまりこう忘れないというかねまあまあ順調にいってる時は順調で気分よくしててもいいんでしょうけどもそのやっぱ逆境であったりその困難があったりすることをしっかりとこうね えー、覚えておくっていうことでもないんですけどもそのちゃんとそれを活かして、ね、次のステップアップをこうしていく、えー、形を取るということですね。その無駄ににしないよう,にこう えー、それはほんまに、ね、辛いこと思い出したらこう辛くなることっていうのはこう、えー、なるべく忘れる方向の方がいいんでしょうけども日々ねこういろんなことがこう目の前に起きてくるんでですね、えー、それをこうクリアしてクリアして次これやったらこれをクリアしてんーこれを克服してっていうことをこうこうどんどんクリアしていく形をとるとでそのなんかこう逆境というかそういうちょっとしたねもう小さい壁もあるんですけどもそういうのをこう あるちょっと負荷がかかってるちょっとまあハンデがあるぐらいのこう状態の方がまあ言ったらこうそれはそれでえそこを乗り越えていく自分っていうのがまた良かったりこうするんでですねえそういうのをちょっと感じますねだからあまりこう順調にいってる状態を作り出さないというかえ何もかもこういい感じという状態えそう感じることはいいんですけどもあのそういう 状状態態に自分をの身を置かない状態ですね。まだちょっとこう逆境というかそのちょっと難しいところにこう身を置くというかねそういうことをこうしていくということですねそうすると、えー、また次のねステップアップになることと今までそれをこうそれなりにこう大変やと思ってたことが全然大変じゃなかったということもこう 気づくくというか分か分ってくるんですねそれがこう楽々とできるというか、えー、そういうことになります。だからある程度自分が何かいろいろと乗り越えてくるとですね次また次のこう問題というかそういうものをこう作っていくというかね、えー、次の課題を作っていくというか、えー、そういうことをこうしていくことがこういいかなとちょうどいい負荷というか心地いい負荷になってくるかなというふうに感じます。だから えー、これが当てはまるかどうか分からないですけども例えばジョギングがあってジョギングをこうグーッと、まあ、毎回僕5キロ走ってて5キロを満足してたんですけども5キロを満足して走り終えるとですね物足りんようになってくるんですねこれは5キロじゃあかんぞとそしたらもう6キロ7キロとほんで9キロまで行って9キロの時点で僕は足をぐねってですねほんで、えー、ジョギングがこうストップさせられているとで今もちょっと走れない状態なんですね えー、空手の稽古とかね、えー、体の訓練とかはもうしてますけどもあのジョギングの負荷はちょっと今できない。でこのできないという気持ちのこの負荷こう そのスストレスが今かかってる状態つい乗り越えて次はまた1 0キロの方に走っていくんでしょうけども、えー、そっち側へ行くとこう今まで我慢走るのを我慢した分をこう解き放つことができるかなという状態にこうなってるというところでまあまああのー、順調と、えー、順境と逆境ですねこういうのをこう自分で今ここは逆境やなまた意外とそこが面白いことであ,ある場合もあるんですね。 辛いとまあ思うんですけどもそれなりにそれはねこういろいろこう改善できるんで面白かったですで順調にいってるこというのはねえー、それはそれで気分いいかもしれないですけどあまりろあまりねそこにずっといててもこうそんなに慣れてしまってもこう成長はないと思うんで、えー、そういうことをちょっと考えましたということで今日は「順境と逆境についてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます